神奈川県相模原市にありますトワーズ浅見素材店さんに来てます。今日は60ミリッツの撮影ということで、この番組はヤフーロコパチンコのホールデータをもとに私たちピーマースメンバーが1時間500枚でガチ実践をする番組となっております。そして今日の実践中の感想などはこの後私がですね、ヤフーロコパチンコのトワーズ浅見素材店さんのプレイスページにで書き込んでおきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは早速実践行ってきます。わーいはい、それでは早速店内の方を見ていきましょう。はい、まずトワーズ浅見素材店さん入ってすぐが景品コーナーになってて、景品コーナーを過ぎて中央がパチンココーナーです。あ、すごいよ、見てガンダム満席、北斗の拳覇者、すごい、北斗コーナーも満席、しかもすごい台数がめちゃくちゃある、かなり力入れてるっぽいですよね、すごい。そしてこっちが海ですね、みんな大好き海コーナー。あ、ゴッド引いたんだね、ゴッドね、いいなアクエリオン見て、アクエリオンマクロス高架機動隊、私の好きな台が並んでるこの並びいいな海物語あって、まさかの満席一台だけって感じすごいよ、回数もこの時間ですごいついてる、すごい、ワンボックス北斗の拳だよ、すごいね、こんなに北斗の拳台数入れてるお店見たの初めてかもしれない、すごいね、今あんまりないですもんね、減っちゃってきてるし、これかなり北斗力入れてる感じっぽいですよね、今時こんな北斗の拳ババって埋まるお店少ないと思うんだけど、何打とうかどうしよう、ジャグラーにしようか、北斗1時間しかないもんね、まあ、悪くはないですよね悪くないというかいいよね、じゃあこれにします今日は60ミニッツクラシックジャングラーで見たいと思います。はい、それでは THE 60 MINUTES スタート。よし、早くもね、私2台でね最初迷ってたんですけど、隣のね お客さんがね2ゲームで光ってたそっちだったかって感じだよねまあでもね、その人の引きだからね、もうそのね数少ない空き台の中からこのジャグラー君を選んだからね、光ってもらわないと。はあ、早くも200枚目、あー引かなかった、150枚目、50枚目すごい回った、60ゲームぐらい回ったよでもね、多分ね、多分っていうかきっとこの次の100枚でね光ると思う。あ、ほら光った光った次の100枚っていうかこの50枚で光ったね、ビッグがいいな、えっ、あーレギュラーだった残念、まあでもねしょうがないと思う、
ック4回でしょ。でレギュラーがゼロだったので、まあ、そろそろ来るかなって思ってた。ここできっとねジャグレンしてくれると思う。頑張ろう。そう、歴代のジャグラーシリーズでなんか何が一番好きかなって考えたときに、私はねもうね絶対一択しかないんですけど、ちょうど私がスロットを打ち始めたときにまた4号機のジャグラーがあったんですよ。でその時にそう私がすごい初めて打ったのがゴーゴージャグラー V。 そうまだねギリギリねあったんですよね、ジャグラーガールとかもあったんですけど、そうなぜかゴーゴージャグラー V を初めて打ったんだよね。そうなんかリスが可愛いとか言って。そうでなんかすごい楽しい打ち方をね友達に教えてもらって、そうゴーゴージャグラー V を打ってたんですけど、なんかねここにねバーをね狙ってね一コマね滑ったらね、それがトイレ目で。そうね、4号機ってリール回してても勝手にね止まっちゃうから、そのトイレ目をね作ったままねトイレに行くの本当に。それで帰ってきたらリールが止まってゴーゴーランプがピカーンってそう、まあ、光るときと光らないときあるけど、まあ、ほぼ光るから、それで隣のおばちゃんがよくあなた光ってるわよみたいな感じで言ってくる驚いた感を見るのが好きだった。あ、光った。やった69ゲーム。今度こそピック。やっぱりね、知ってたよ。またレギュラーだ。合算合わせの系だね。よし、ゆっくりめに、えい。まただよ。えいな、追っつってきてるね。29ゲームでレギュラー、そう全部レギュラーだけど全然コインは増えてるみたいな。でもやっぱなんか大体こういうね初めてねスロット打つ初心者の人とかはね、ただねゴーゴーランプが光ればいいだけのねジャグラーだったりとかがすごい分かりやすくていいと思うんだけど、私ね一番初めに打った台ね、確かなんかなんだっけな、どれが初めて打ったのか分かんないんだけど、まあでも確かバリバリの AT 機だったと思うんですよね。もうだから全然意味分かんなくて、そうなんか昔私が初めて打ち始めた頃ってなんかこの辺になんかリーチ目表がねシールで貼ってあって、でこのなんかリーチ目が出ればボーナス入ってるよみたいな風に書いてあるから、それの意味が最初全く分かってなくて、そう毎ゲームねそのリーチ目の絵になるようにやってた。このかなんか打ち始めて多分 1年ちょっとは全然、そう打ち始めて出たービッグだー。やっとだよ81ゲーム。私やっぱね最近撮影してて思うのは、ペラペラ喋ってる時に光ったりとか当たったりとかするの。そうだからきっとねマーサー語りチャンス。なんだよね。の親にパチンコとかスロットとかやってるの話したことなかったんですよ。まあ言う必要ないかなと思って、そうしかも今もう実家も出ちゃってるし、そう言ってなかったんですけど、そうこの去年あたりから
ショッピングマートに出るようになって、出るようになったらやっぱりね、うちのお母さんも見るんですよ、私が出てる動画を。もうさ、なんかね、怒られるかなと思ったらね、別にね、全然ね、怒られなくてね。そう、むしろうちのお母さんはなんか喋る仕事をやってるんですよ。なんかアナウンサーの先生とかそういうのをやってるっていうか、昔やってて、だから結構なんか喋りに関してはうるさいんですよね。私の動画をいつも見て、ここのアクセントがああだこうだって。そう、発声がもっと甘いなとか言われたりとかね、すごい言われんの。学校って言わないからね、本当びっくりしなくていい。そう、私本当にジャグラー打ちながらやっぱハマってる時って、なんか普段打ってても結構なんか無心でさ回してるからさ、そういきなり学校って言うともう本当にこうなってる。いつもあの子お尻打ったよみたいな感じにね、本当になっちゃうんですよね、いつもね、恥ずかしいの。おー、見て光ったセリーで。あ、間違えちゃった。もういいか。もうえい、だけど、だけど全然 OK。 なんかこんなに、こんなにいい展開でいいのかなって感じ。順調順調、とっても順調。だからこの台、前日の当たりが43回もついてる。ね、あ、ちょうどあとあれだね、7、8分だから今閉店ちゃんタイムだ。ね、光るかな。60ミニッツクラシックジャグラーを打ちまして、投資枚数が200枚、獲得枚数が558枚、やったー、見事プラスで終われました。で、最初ね、空き台がなくてもうどうしようって思ったんですけど、ね、あの
クラシックジャグラー、やっぱりね最後800近くまでね最初打った時にハマっちゃったけど、最後まで信じて打っててよかったってぐらいね素敵な結果で終われました、ね、最終的にもデータもかなり上の方のね数値になったんで、やっぱあのジャグラー良かったんじゃないかなって思いました。そして本日お伝えできなかったことに関しては、ヤフーロコパチンコのトワーズ浅溝大店さんのプレイスページに後ほど私書き込んでおくので、ぜひぜひチェックしてみてください。そして今日私がねトワーズさんに遊びに来て思ったことは、パチンココーナーとスロットコーナー両方とも北斗の拳がめちゃめちゃねなんか出てたっていうか、これかなり力入れてるんじゃないかなって印象を受けました。ちょうどこの動画が配信される頃には、あの AT のね新しい北斗の拳のスロットが出てる頃かと思うので、こちらぜひぜひね近くに住んでる方チェックした方がいいんじゃないかなって思いました。あとはねスロットコーナーは今日私は打ったジャグラーコーナー、これもかなり空き台探すのがね大変なぐらいね人気だったので、ジャグラーも力入れてると思うんですよね。なのでもうさっきも言った通り、お近くにお住まいの方ぜひぜひトワーズ浅溝大店さんに遊びに来てください。それでは次回の60ミニッツもお楽しみにしててください。今日は一日お疲れ様でした。マーサでした。またね。